いたぞ。しまった。お前どうしてここに。悟空はどうしたんだ。クリリンさん、ちょっと待って、この人違います。何言ってるの。この人、さっき一緒に戦ってくれた人です。どういうことだ。お前ら、隊長、まずい。隊長、どうしてここに。隠しておいたはずのドラゴンボールが奪われたことがバレちまったのか。隊長は嘘。隊長、痛いですよ。クリリンさん、誰かこっちに向かってきます。おい、二つの気を感じるぞ。一つは、悟空か。きっとそうです。でも、もう一つは。分かってたぞ。あれ、隊長じゃねえな。隊長、ボディチェンジしたのか。たくさんいるんですね、フリーザー軍って。くそ。お前らはこいつらの相手をしていら。はい。おい、グルド様。あいつ逃げやがった。助けろ。とりあえずここを片付けるぞ。
グルド様逃げちまったぞ。言うな、グルド様って、そういうことあるよ。しかったな。いつだって使い捨てられるのは俺たちだ。給料上がらねえかな。生きてたらな。それでいい。それでこそ俺の弟子だ。